昔々あるところに赤ずきんと呼ばれる女の子がいました。ある日、母親からお使いを頼まれた赤ずきんは森の向こうにあるおばあさんの家へと向かいます。しかしその道中、赤ずきんは悪い狼と出会い、散々な目に遭ってしまうのです。騙されたり食べられたりとはなんやかんやありましたが、最後には漁師に助けてもらい、めでたしめでたし。これがみんなの知ってる赤ずきんのお話だけど、今回のお話はちょっと違うんだよね。なぜなら、狼は俺たち狼兄弟だからです。悪い狼の魔の手から果たして君は無事に逃げられるかな。もったいぶってんじゃねえよクソナイキ、さっさと始めんぞ。狼くんちの赤ずきんその1、アッシュの場合。危ねえな。どこ見て歩いてんだ。キョロキョロしやがって。お前、この辺りのやつじゃねえな。こんな森の中に何の用だ。ばあさんが病気でね。じゃあそのバスケットに入ってんのは見舞いの品か。いいのかよ、ぶつかった拍子に思いっきり落としてるぞ。中身は何だったんだ。ああ、ケーキか。ああ、こんなにぐちゃぐちゃじゃばあさんに渡せねえな。まあこうなったのは俺にも責任があるからな。仕方ね、とっておきの情報を教えてやるよ。あっちの川を越えたところにある店に行け。そこで売ってる絶品ウルフバーガーってのがマジでうめえから、きっとばあさんも喜ぶぜ。礼なんかいらねえよ。それよりさっさと買いに行った方がいいぜ。そのウルフバーガー1日10食限定だからな。残念だったな。今さら言ってもウルフバーガーは買えないぜ。俺が昨日朝一で行った時にはすでになかったくらいだからな。ま、買えたところでばあさんも家にはいねえけど、昨日から町内会の旅行だってこと知らねえんだな。あいつが寄り道してる間に先回りしてばあさんになりすます。で、油断したところをペロリってわけだ。我ながらいいアイデアだぜ。よせ、あいついつまで待たせる気だ。寄り道しろとは言ったが時間かかりすぎだろう。他のバーガーを買うにしたってそこまでレジは混んじゃいねえぞ。もしかして他の狼に食われたんじゃねえだろうな。どんくせえあいつのことだ。あり得る。こうなったら探しに行くしかねえ。あいつは俺の獲物だ。他の野郎にくれてたまるかよ。おい、こんなところにいやがった。なんでここにいるんだよ。ばあさんちとは逆方向だろ。迷った心配して損したぜ。また迷子になられちゃたまんねえし、
しかたねえ、俺が案内してやるよ。礼なら後でもらう。ばあさん家に着いてからたっぷりとな。ほら来いよ。男と手をつなぐのは初めてか？顔真っ赤だぜ。なんならキスもしてやろうか。お前にだったらしてやってもいいぜ。なんだよ、キスくらいでいちいちうるせえ。まあまあ、はいはい、文句も後で聞いてやるって。とにかく行くぞ。あんま長居して漁師に見つかりでもしたら面倒だからな。ほらここだろ、ばあさんち。ったく面倒かけやがって。さてと、礼をもらわねえとな。わけがわかんねえって顔してんな。つまりこういうことだよ。食わせろ。迷子のお前を迎えに行った上に道案内までしてやったんだぜ。このくらい当然だろう。見た目はちょっと田舎くせえけど、こんな柔らかそうな肌は悪くねえな。匂いもうまそうじゃねえか。暴れんなよ。お前は楽しめそうだからな。せっかくだ、もう少し俺と遊ぼうぜ。あれ？ああ？やっぱりあっくんだ。何してんの？げっ、クソナイキ。なになに、赤ずきんちゃんとお楽しみ中？しかもこんな青空の下で。あっくんも意外と大胆だね。俺のこと節操ないやつとか言えないんじゃ。ちょっと何してんの、あっくん。今すぐ消えろ、さもなくば撃つ。ってもう撃ってるじゃん。だいたいそれ俺の猟銃だよね。なくしたと思ったらあっくんが持ってたの。金庫の前に置いてあった。つうかお前また金庫の金勝手に持ってったろ。何のこと。嘘嘘嘘嘘嘘、ちょっと借りただけだって。ちゃんと返すから。っていうか狼に撃たれる漁師なんて聞いたことないんだけど。死ぬか金を返すか立ち去るか、好きなの選べ。分かった分かった、もう行くって。あ、もうあっくんはせっかちさんなんだから。そんなんじゃ赤ずきんちゃんにも嫌われ。ちょ、今放火すったんだけど。聞こえなかったのか。俺は死ぬか金を返すか立ち去るか選べって言ったんだ。3秒間待ってやるからさっさと選べ。猶予なさすぎでしょ。っていうか顔狙うとかありえない。俺の商売道具だよ。あっくんの乱暴者、バカ、ケチ、ろくでなし。赤ずきんちゃんから絶品ウルフバーガーもらっても絶対あげないからね。俺が全部。さあ、チッ、クソナイキが。邪魔が入っちまったな。中でゆっくり続きしようぜ。ラッキーなことにベッドもあるしな。俺を楽しませろよ。かくして漁師がポンコツだったばっかりに、赤ずきんは狼に食べられてしまったのでした。あっくんひどい。じゃあ次は俺のかっこいいところを見せないとね。狼くんちの赤ずきんその2、ナイキの場合。
ねえねえ、そこの可愛い赤ずきんちゃん、今さ、ちょっと時間ある？あるよね。一緒にお茶しようよ。いいお店知ってるんだ。ああ、待って待って、捕まえた。もう逃げるなんてひどいな。ん？俺はみんなのナイキくんです。知らない？だよね。俺は可愛い赤ずきんちゃんに一目惚れしちゃった狼さんだよ。というわけで、今から俺とデートしよう。今日はたくさんお金を持ってるから、君の欲しいものを何でも買ってあげるよ。ね、何が欲しい？へえ、おばあさんの家に行く途中だったの。そっか。君が行かなかったらおばあさん悲しむね。けど、君が行っちゃうと、俺もすっごく悲しいんだけどな。あれ、行っちゃうの？泣き落としはダメか。仕方ない。それじゃあ奥の手だ。ああ、写真が燃えちゃうよ。誰かが消しに来てくれないと、大事な家族の思い出が消し済みに。あらら、行っちゃった。さすがに同じ手は通用しないってことか。赤ずきんちゃんもちょっとは学習したんだね。やっほー、赤ずきんちゃん。ダメだよ、誰だか確認しないでドアを開けちゃ。狼はいつだって可愛い女の子を狙ってるんだからね。ごめんね、先回りするつもりだったんだけど、お散歩してたら遅くなっちゃった。待った？ちょっと、虫とかひどくない？ん？どうしたの、その顔。ああ、もしかしておばあさんを探してる？今日から町内会の旅行があるから、そっちに行ってるんじゃないかな。ナイキ君は、老若男女問わず人気者なんです。だから何でも知ってるよ。今度は逃がさないよ。せっかく君と二人きりになれたんだから、この時間を楽しまないとね。ねえ、赤ずきんちゃん。君のこと、食べていい？いいよね。ダメなの？なんで？俺はただ、君と仲良くなりたいだけなんだけど。ああ。そっか。こうした方がもっと手軽に仲良くなれるかな。君って純粋なんだね。こうして押し倒しただけで固まっちゃうんだもん。今からそんなんだったら、この先はどうなっちゃうのかな。試してもいい？そこまでだ、このクソ狼。あら、あっくん。てめえ、またうちの金庫から金持って行きやがっただろ。何度言えばわかんだよ。ちょっとあっくん、ここは悪い狼に襲われそうになってる赤ずきんちゃんを助ける場面なんじゃないの。お金の話とかやめようよ。うるせえ。こちとら死活問題なんだよ。あの金がねえとうちの電気水道ガス全部止められるんだからな。もう、せっかくいいところだったのに。
アックンはほんと空気読めないんだから。それとその銃、物騒だから下ろしてくれない？赤ずきんちゃんが怯えてるよ。怯えさせてんのはてめえの方だろうが。つうか狼の分際で漁師に口答えしてんじゃねえ。にしてもその女も気の毒だな。こんなどうしようもない狼に捕まっちまって。よし、乗りかかった船だ。仕方ねえから助けてやるよ。金も女も俺が両方いただいていくぜ。あっくん、それ完全に悪役のセリフ。おら、クソナイキ、さっさとその女から離れろ。で、おとなしく金返せ。もう、仕方ないな。ごめんね、赤ずきんちゃん。邪魔が入っちゃったから。続きはまた今度にしよっか。その時は、たくさんキスしてあげるから、心の準備しといてね。あっ！あっくんから借りたお金が落ちちゃった。で、俺の金、どこどこ。残念、今落としたのはゲーセンのメダルだよ。じゃね、あっくん、バイバイ。なっ！てめえ、今日こそは許さねえぞ。なあ、こら待て。ちょっと撃たないでよ。背後から狙い撃つなんて卑怯だよ、あっくん。黙れ、今日という今日は絶対許さねえからな。と捕まえてやる。こうして赤ずきんは無事に狼の魔の手から逃げることができたのでした。まあ一時的にだけどね。お前は狼でも漁師でも安定のクズだな。次はこのヒート様が本当の狼ってもう見せてやるよ。狼くんちの赤ずきんその3、ヒートの場合。おいおい、お前だよお前、赤いずきんをかぶった女。お前ばあさん家に向かってんだろ。あ、俺か？俺はばあさんちはそっちじゃねえって教えてやりに来た親切な狼だ。あ？俺のどこが怪しいんだよ。アホナイキとかチビソナタならともかく、俺はどっからどう見ても善良な狼じゃねえか。いいから来い。俺が連れてってやるって言ってんだから、お前は黙ってついてくりゃいいんだよ。ほーらの、ちゃんとついただろ。ま、ばあさんはいないみてえだけど。おお、なんだよお前、結構素直じゃねえか。気に入ったぜ。けど、そんなありがとうなんて言葉だけもらっても仕方ねえ。感謝してるならもっと別のもんよこせよ。腹を空かせた狼に渡す礼っつったら一つしかねえだろ。そのまま動くなよ。ああ、もちろん食べるに決まってんだろ。俺は今すっげえ腹減ってんだ。たっぷり味わわせてもらうぜ。うめえ。口いっぱいに濃厚な魚介だしが広がるぜ。お前のバスケットからラーメンの匂いがするとは思ってたけど、まさか幻のウルフラーメンを持ってたとはな。道理で俺のラーメンセンサーが反応するはずだぜ。
バッカン、ただのカップ麺じゃねえよ。こいつはな、伝説の湯切り名人がいる店の超レアメニュー、限定10食幻のウルフラーメンを完全再現したカップ麺なんだぜ。どこのスーパーでも売り切れてるレアもんだってのに。お前これどこで手に入れたんだよ。マジか、母ちゃん最強だな。スープもマジうめえ。あ、なんだよ、お前も食いてえのか。あ、じゃあなんだよ、見られてると食いづれえだろ。あ、うるせえな、ほっとけ。狼がラーメン好きだって別にいいだろ。何お前、やっぱり食いてんじゃん。仕方ねえな、一口くらいならくれてやってもいいぜ。つってももうスープしか残ってねえけど。どうだ。だろ、人間にもこの味を理解できるやつがいたか。いいなお前、ますます気に入ったぜ。うまかった。サンキューな、最高の例だったぜ。しかし、なんか腹いっぱいになったら眠くなってきたな。よいしょっと、俺ちょっと寝るわ。このベッド借りるぜ。あ、俺が寝たからって先に帰んじゃねえぞ。起きたら今度はお前のこと食ってやるから、覚悟しとけ。すみません。やあ、こんにちは。君は赤ずきんちゃんだね。その赤いずきんを見てすぐに分かったよ。君によく似合ってるね、かわいい。完全に警戒されてるんだけど。え、そう？俺たちはこの辺りを狩り場にしてる漁師だよ。怪しいものじゃない。はい、名刺。はじめまして、漁師のそなたです。こっちは相棒の小池。それでね、僕たち単細胞でデリカシーがなくて超絶バカな狼を探してるんだけど。いたね。やっぱりここで会ってたか。今日ばっかりはあの耳障りないびきに感謝しなくっちゃ。お邪魔します。相変わらず腹の立つバカ面。このままじゃ近所迷惑になるし、黙らせよっか。小池、洗濯バサミ持ってる？そんなの普通持ってるわけないでしょ。ま、今日は都合よく持ってるけど。はい、ありがとう。で、これをこうして鼻をつまんでおけば嫌でも黙るよね。今度は口でいびきかき始めた。両方塞いじゃえばいいんじゃない？あ、そっか。よっ。なんだ、急に苦しくって。そなたに小池、お前らなんでここにいんだよ。漁師だからに決まってんでしょ。設定考えろよ、バーカ。それと、あのカップ麺のゴミ。相変わらずのラーメンバカだね。食ってすぐに寝るなんて、お前いつか牛になるんじゃないの？むしろもうなってるか。狼かっこ笑いって呼んだ方がいい？だと？やんのかこれ。
お前が牛になったら速攻でドナドナしてやる。またてめえみたいなチビに飼われるくらいならドナドナ。いいんじゃない、放っておけば。ここ俺の家じゃないし。バーカ。うっせチビ。このままだと家がめちゃくちゃになっちゃうね。ご愁傷様。バーカ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 。狼に食べられることはありませんでしたが、いっそおとなしく食べられた方が被害が少なかったのではと思う赤ずきんなのでした。何が本当の狼ってもんを見せてやるだよ。ただのバカじゃん。見苦しいところを見せちゃってごめんね。お口直しってことで。狼くんちの赤ずきん、その4、そなたの場合。赤ずきんちゃん、こんにちは。僕はこの森に住んでる狼のそなた。よろしくね。あれ、今日はずいぶんおしゃれしてるみたいだけど、どこ行くの？もしかしてデートかな？もしデートだったら焼けちゃうな。相手の男が羨ましいよ。なんてね。ねえ、そんなやつより僕を選んでみる気はない？きっと僕の方が君のことをもっと愛してあげられると思うんだ。僕は優しいし、料理もできるよ。特に女の子を喜ばせることに関しては誰よりも自信がある。だから選んで損はないと思うけど、ねえ、どうかな？ふざけんな！あった、早々ナンパしてんじゃねえよ！で、そいつから離れろ！ちょっと、出てくるのが早いんじゃない？ここはまだ僕のターンでしょう。うっせえ！要は漁師が狼をぶっ飛ばせばいいんだろ？だったらどこで登場しようが関係ねえんだよ、バーガ！つうわけで、さっさと漁師の俺様にぶっ飛ばされろ！で、女をこっちへよこせ！はぁ？よこせって言われてよこすわけないでしょ。ましてお前みたいなバーカーに。だいたい彼女はもう僕のものなんだから邪魔しないでよね。ああ、勝手なこと言ってんじゃねえよ。彼女だってそれを望んでるよ。ねえ、赤ずきんちゃん。なわけねえよな。なあ、赤ずきん。おい、待って。どうしてくれるのさ。お前が脅したせいで逃げちゃったじゃないか！人のせいにしてんじゃねえよ！やあ、赤ずきんちゃん。待ってたよ。さっきはごめんね。あのバカのせいで君にまで迷惑をかけちゃって。どうしておばあさんの家に先回りできたか気になる？それはね、抜け道や裏道をたくさん知ってるからだよ。僕、君のことをもっと知りたいんだ。それに僕のことも知ってもらいたいな。さっきは邪魔が入って途中になっちゃったけど、改めてお話ししようよ。お互いのことをゆっくり、じっくりとさ。ほら、君の可愛い顔、もっと近くでよく見せてよ。今度こそ、僕だけに。見つけたぜ、クソナタ！逃げ場のない室内に逃げ込むなんてね、今日こそ俺の勝ちだぜ。ほんといいところで邪魔してくるよね、このバカは。あ、誰がバカだ。こんな狼ならおとなしく漁師にやられてろっての。離せよ。もうお前ほんと
っとムカつく。何回僕の邪魔をすれば気が済むわけ。てめえこそせこい真似してんじゃねえよ。このまたやってる。どうして俺が止めなきゃいけないの。だから嫌だってば。他人の家がどうなろうと俺に関係ないし。あんたが困るの。じゃあ止めれば。はい、これ貸してあげる。引き金を引くだけだから簡単でしょ。できないの。だったら諦めなよ。それか逃げれば。あいつらに付き合ってたらキリがないよ。お前嫉妬してるんだろ。赤ずきんちゃんが僕のことばっかり見てるから。嫉妬なんかしてねえし、勝手なこと言ってんじゃねえよ。ねえ、君は僕のものだよね。真似すんな。ほらね、逃げた方がいいんじゃないの。お、逃げた。ちょっとヒート、お前は来るな。てめえだけ行かせるかよ。絶対俺が先に捕まえてやっかんな。くだらない。そんなに邪魔されたくないならもっと頭を使えばいいのに。狼くんちの赤ずきん、その子小池の場合、何、そこにいられると気が散るんだけど。静かな森で読書っていうシチュエーションを満喫してるんだ。邪魔しないでくれる。はあ、話が進まないって何のこと。ああ、そういえば赤ずきんのストーリーをなぞるのがこの CD の趣旨だったっけ。それで話を進めるために赤ずきんさんは狼の俺に何をしてほしいわけ。おばあさんの家って森の向こうでしょ。それも先回りして待つとかめんどくさい。何、まさか泣くの。言っておくけど俺に女の武器は通用しないからね。お願いって、そこまでしてやりたいわけ。わかったよ、行けばいいんでしょう。行けば。あんたはその辺で時間潰してから来て。じゃあまた後で。あんたか、遅かったね。何、あんたのお望み通りおばあさんの家までちゃんと来てあげたでしょう。はあ、まだ何かしろってわけ。話の続き意味ないでしょう。まず肝心のおばあさんがいないし、本筋からもだいぶ逸脱してる。あんた今困ってる。気が変わった。いいよ、そんなに言うなら構ってあげる。確か童話じゃこの後赤ずきんはおばあさんに化けた狼に食べられるんだよね。ってことは、あんた俺に食べられたいんだ。なるほどね。だからそんなに話を進めたがってたってわけか。いやらしいやつ。違わないでしょう。押し倒しただけで慌ててるくせに意外と積極的なんだな。
その困った顔もっと見せてよ。嫌がったって無駄だよ。どうせあんたは俺に食べられる。だってそれが赤ずきんの話なんでしょ。この後漁師が来るっちゃ来るけど。おーい、あら来た。まあここには入ってこられないけどね。おい、このドア開かねえぞ。そんなはずないでしょ。邪魔されたくないなら先に手を打っておかないとね。漁師が登場して赤ずきんを助けるって話でしょ。いいよ、無視してれば。それよりさ、続きするでしょ。言っとくけど、食べてくれって望んだのはあんただから、今更待ってとか言っても聞いてあげないからね。こうして賢い狼は間抜けな漁師二人を出し抜き、見事一人勝ちしたのでした。てめえ小池、一人だけ何美味しいとこ持ってってんだ。本当だよ、ちゃんと基本のストーリーは守ったよね。それ二人が言う。最後俺の番。狼くんちの赤ずきんその6、ルキアの場合。メリーさん見て、今日の俺、狼の耳が生えてるの。狼はメリーさんの天敵だって小池が言ってた。怖い？食べちゃうぞガオ。すまんない。君誰？赤ずきん。違う、俺は迷子じゃない。狼と羊ごっこしてただけ。俺が狼でメリーさんが羊。君はどこに行くの？そのバスケット何？おばあさんの家。大変だね。行っちゃうの？俺よりおばあさんが好きなんだ。もういい。君なんかさっさとどっかに行っちゃえばいい。なんで行くの？俺は迷子なのになんで置いていくの？こんな森に好きでいるわけないでしょ。どうしてわからないの？俺もおばあさんの家に行く。行くったら行く。連れて行っていいでしょ。置いていかないで。メリーさんも一緒に行こうね。ここがおばあさん家？誰もいないよ。キッチンにもベッドにもいない。どこかに行っちゃったのかな。え、どうして？なんで探しに行こうとするの？わざわざ探しに行かなくたってそのうち帰ってくるよ。それより俺を一人にしないで。君もここにいて。俺の言うこと聞いてくれないの？わかった。やっぱり君は俺が嫌いなんだ。違うの？じゃあ
好きって言って。好きって言えたら話してあげてもいいよ。言えないの？もういい。行くなら行けば。俺はメリーさんと寝る。行っていいってば。メリーさんがいればいい。何？行かないの？ここにいる？ねえ、俺が寝るまでそばにいてくれる？本当に？じゃあ手握って。話したらダメだからね。約束だよ。約束破ったら食べちゃうからね。よう、邪魔するぜ。やっほー。赤ずきんちゃんごめんね、勝手に入っちゃって。お前は動くな、ルキアが起きちまう。俺たちは森に住んでる狼一家のものだよ。俺が次男のナイキ君で、隣にいるのが長男のアック。そんなにビビんなって。お前を食っちまうために来たわけじゃねえ。弟を迎えに来ただけだ。そこですやすや眠ってる狼ちゃん、うちの子なんだよね。末っ子のルキアってんだ。他にもあと3人いるんだが、そいつらと喧嘩しちまったらしくてな。羊のぬいぐるみ持って家出しちゃったんだよね。ま、よくあることなんだけど。つうわけでこいつは連れて帰るから。迷惑かけたな。あっくん、起こさないようにそーっとおんぶしないとダメだよ。わかってるっての。あ、あらら、ルキ君、君の手を握って離さないみたいだね。寝てるルキアを起こすのは厄介だしな。もうそうだ、お前もこのまま俺たちの家まで来たらいいんじゃねえか。それいいね。いっそそのまま一緒に住んじゃうのはどう？イケメン狼が揃ってるし、毎日楽しいよ。ま、来るだけ来てみろよ。今はまだ取って食いやしねえから。さあ、行こう行こう。そうして赤ずきんちゃんは狼たちの住む家に連れて行かれてしまうのでした。おい、ルキア。あらら、ルキ君寝ちゃったね。眠れねえから何か話せって言ったくせに。まあ眠くなるようなひどい話ばっかりだったしね。特にヒートの赤ずきんは最悪。大声出すなよ、起きるだろ、せっかく寝たのに。おいポチ、お前も眠そうだな。じゃあ僕たちもそろそろ寝よっか。明日も学校だしね。アッシュ、ルキアは？風呂入ったら俺が部屋まで運ぶ。小池、毛布だけかけておいてやってくれ。はーい。お前らも早く寝ろよ。
じゃ、また明日な。おやすみ。赤ずきんちゃんは六人の狼と幸せに暮らしましたとさ、おしまい。